急スイッチとは、パルス出力を持つレーザーを作るために利用される技術である。この技術を使うことで、同じレーザーを連続高運転、CW 運転させた場合に、達成可能な水準よりも、はるかに強い GW 級にも及ぶピークパワーを有する、光パルスを発生させることができる。同じく光パルスを発生させる技術である、モード同期と比較して、 急スイッチを利用したレーザーはより低い、繰り返し周波数を持つ一方で、はるかに大きいパルスエネルギーとパルス幅を有する。ただし、これら二つの技術は対立するものではなく、急スイッチとモード同期を同時に適用することも可能である。急スイッチは、ゴードングールドにより、1958年に提唱され、RW ヘルウォースト界 J マクルーアングにより、 電気的に制御されたカーセルを使ったシャッターを持つルビーレーザーを使ってグールドによる提唱と独立1 9 6 1年、内種は1962年に発見及び実証された。急スイッチは減衰率を変動させられるある種の減衰器をレーザーの光共振器の内部に挿入することによって実現される。減衰器が稼働しているときには、 レーザー排出から放出される光は減衰器に吸収され帰ってくることはなく、レーザー発信が始まることはない。この光共振器に挿入された減衰要素は、光共振器の性能である、窮地と関連している。つまり、共振器内部の損失が小さいと窮地が高くなり、逆に、共振器内部の損失が大きいと窮地が低くなる。そのため、この用途に使われる、 減衰器のことは光共振器の窮地を変化させるためのスイッチという意味合いで窮スイッチと呼ばれる。当初、レーザー倍出は窮スイッチの減衰率が高い光共振器の窮地が低く保たれている共振器内部を光が往復しない状態で冷気される。こうすることでレーザー倍出が反転分布した状態を作ることができる。しかし、この状態では共振器内部を 光が往復することはないためレーザー発信は起こらない。誘導放出の例とはレーザー倍出に入射する光の量に比例するため光が往復しない状態ではほとんど誘導放出が起こらずにレーザー倍出の冷気に使われたエネルギーはそのままレーザー倍出に蓄積されることになる。自然放出やその他の過程によるロスが存在するため一定時間経過後に レーザー媒出に蓄積されたエネルギーは、ある最大値に到達する。この状態のレーザー媒出のことを、飽和しているという。理想的にはこの状態で、急スイッチの減水率を速やかに変化させる、すなわち、急値を低い状態から高い状態に変化させて、共振器内部を光が往復できるようにすると、直ちに誘導放出による光増幅過程が開始する。 レーザー排出にすでに大量のエネルギーが蓄積されているため、光共振器の中の光強度は非常に急速に成長し、同時にレーザー排出中のエネルギーは急速に消費され、欠乏状態になる。その二つのプロセスが同時に急速に起こる結果として、ジャイアントパルスとして知られる非常に高いピークパワーを持つ短い幅のパルス光がレーザー装置から出力される。 例えるなら、ダムに溜まった水を一気に放出するようなものである。アクティブ給スイッチ方式では、急スイッチの減水率は外部から制御される。急スイッチの具体的な実現方法は、機械的な気候を光共振機の中に組み込んでも良いし、何らかの光変調器を使っても良い。現代では、校舎がより一般的である。減水率の低減は、外部の信号。 典型的には電気信号によって起動される。そのためパルスの繰り返し周波数は外部から正確に制御することができる。光変調器は機械的な機構と比べて一般的に窮地を低い状態から高い状態により高速に変化させることができ、より良い窮地の制御につながると考えられる。加えて光変調器は減衰される光が その場で吸収されて消えるわけではなく光共振器から取り除かれるだけである場合が多く、それを他の用途に使うことができるというメリットがある。具体的な応用としては、変調器が光源水状態であるときに外部に放出されるビームを別の共振器と光変調器を通じてカップルさせて、その光の状態を望むように制御することができる。こうすることで、 変調器が低減水状態になった時に、レーザー発信は、この制御された状態の光が種となって開始される、ため、最終的に、急スイッチから得られる強いパルスに引き継がれ、急スイッチパルスの光の状態を、この制御された状態にすることが可能となる。パッシブ急スイッチ方式では、急スイッチは過飽和吸収体からなる。過飽和吸収体とは、 入射光の強度がある式位置を超えると透過率が増大する材料である。過方和吸収体としては、イオンがドーピングされた結晶があるや、光退色する色素や、半導体を使った、受動素子などが使われる。過方和吸収体は最初、レーザー排出に、エネルギーが十分に蓄積された場合にある程度の、レーザー発信が起こる程度にはわずかに光が透過する。 適度に高い吸収を持った状態から始まる。光共振器内部の光強度が強くなるにつれて、その光が下飽和吸収体を飽和させ、急速に下飽和吸収体の吸収が減少する。その結果、光共振器内部の光強度が、さらに加速度的に大きくなることになる。この過程により、最終的に、レーザー倍質に蓄積されたエネルギーを、レーザーパルスとして、 効率的に外部に取り出せる程度にか、飽和吸収体の吸収が小さくなることが理想である。パルスとしてエネルギーが放出された後、レーザー倍出が反転分布になっている徳が回復する前に、か飽和吸収体は再び最初の高い吸収の状態に戻る。そのために次のパルスは、 レーザー排出に再びエネルギーが十分に蓄積された後に発生する。すなわち、パッシブ級スイッチ方式において、パルスの繰り返し周波数は、レーザーの冷気強度や光共振器の中のか、飽和吸収体の量に依存するが、外部から間接的にしか制御できない。パッシブ級スイッチ方式でも、繰り返し周波数を直接的に制御する方法として、冷気源を パルス駆動する方法がある。パルスでの冷気時間を蒸気のプロセスが一回しか繰り返されない長さに制御することにより、繰り返し周波数を外部から直接的に制御することができる。しかし、冷気を開始したタイミングからジャイアントパルスが発信されるまでの時間には依然として一定の不確実性が残り、これがジッターにつながる。再生増幅器赤線、 レーザービーム、赤い四角、増幅倍質、上段、音響光学素シアムを使った設計、下段、ポッケルスセルを利用した設計。この設計は、白膜変更板を必要とする。放出される光の方向はタイミングに依存する。パルス発信前後の窮地を限界まで小さくせずに、ある程度の光が光共振器を往復できるように、することで、 次のジャイアントパルスの成長を助ける種火となり、パルスのタイミングのジッターを低減することが可能となる。窮地が非常に高い状態、すなわち光共振器を構成する鏡の反射率が100%である時に、共振器内部の光は全く取り出すことができず、レーザーとして利用することができない。キャビティダンピングとは、窮地を動的に制御することで、光共振器からより、 効率的に光エネルギーを取り出す技術である。すなわち、通常の急スイッチと同様に共振器の窮地を低い状態から高い状態に変化させることで、共振器内部を往復するレーザーの成長を促し、その後に窮地を高い状態から低い状態にすることで、一気にかつ効率的に光共振器内部の光をレーザー光として外部に取り出すことが可能となる。この方法では、 通常の急スイッチよりも短いパルス幅となる。ほぼ完璧にビームを共振機の外部に取り出すように切り替えることが可能である電気工学的な変調素子がキャビティダンピングには通常用いられる。光を取り出す変調素子は急スイッチと同じ変調素子を使う場合もあるしもう一つの同様の変調素子を使う場合もある。キャビティダンピングを利用した光共振機の調整は 単純な急スイッチよりも難しく、しばしばフィードバック制御によって、ビームを取り出す最適なタイミングを制御することが必要となる。再生増幅機においては、光増幅機が急スイッチを含む共振機の内部に設置されている。球値を一時的に下げて、別のレーザーのパルス光をこの光共振機に導入し、その直後にこのパルスを閉じ込めるために共振機の球を大きくする。 こうすることで、主発信機のパルス光は、光増幅機を何回も往復することになり、効率的に強度を増大させることが可能となる。最終的に、窮地を再度下げることで、増幅されたパルス光を取り出すことができる。ND、ヤグレーザーのような強振機長が10センチメートル程度の、典型的な急スイッチレーザーは、数十ナノ秒のパルス幅のジャイアントパルスを発生させることができる。 平均パワーが1ワットに満たないようなレーザーでも、パルスのピークパワーは数キロワットを超える非常に強いパルスとなる。大規模なレーザー装置においては、パルスエネルギーが数 J を超え、ピークパワーは数 GW の領域に到達する。一方で、パッシブ級スイッチ方式の非常に短い、共振基調を有する小型のレーザー素子においては、1ナノ秒以下の非常に短いパルス幅で、 百数メガヘルツの高い繰り返し周波数を持つものもある。急スイッチレーザーはナノ秒のパルス幅の領域において非常に大きいレーザーの放射照度が必要な場合にしばしば利用される。具体的には金属の切断やパルス光によるホログラフィーなどである。また、急スイッチレーザーの高いピンクパワーは非線形光学の領域においても非常に有用であり、 ホログラフィックメモリによる三次元的な情報記録や二格子吸収を使った三次元的な光造形にも利用されることがある。また、急スイッチレーザーは測定にも利用することが可能で、例えばパルスを照射して、そのパルスが反射されて戻ってくる時間を測定して、距離を求めるような距離計にも応用される。また、温度ジャンプ法のような化学反応の動力学的な、 研究にも利用される。急スイッチレーザーは、入れ墨の除去にも利用される。入れ墨の顔料が、急スイッチレーザーの照射により砕けて、小さくなることで、人体のリンパ系により代謝されるようになり消える気候だと考えられている。完全な除去には、入れ墨に使用した顔料の量にもよるが、1ヶ月以上の間隔を空けて6から12回の手術を実施することが必要となる。 また、異なる色の顔料の除去には異なる波長のレーザーが必要となる。現在は ND、ヤグレーザーが高いピークパワーを持ち、繰り返し周波数も大きく、また、比較的コストも安いために、入れ墨除去の用途に最適であると考えられている。2013年にピコ秒レーザーが臨床試験に導入され、緑や明るい青などの除去が難しい色の入れ墨の除去に、 ナノ病レーザーより高い効果を発揮することが分かった。吸水チレーザーは皮膚のシミやその他の皮膚の色素吸着の治療にも用いられている。ありがとうございます。